の衝撃的な裏話が何者かに暴露される。お前マジかよ。石川の裏話。17歳の時から彼の意識は周りと違った。私が印象的なのは、石川くんだけが機内にグラブを預けずに持ち込んだことです。ずっと手に持って触ってたんですよ。空港で待つ時も他の子はゲームをして時間潰してた。でも石川くんは一人でメジャーリーグの動画を見てました。大谷も WBC の時にグラブずっと持ってた。石川もプロ意識エグいんだな。この話聞くと、高谷には活躍してほしいな。龍のスラッガーとして飛躍してくれ。現状では、周平の方がサードの守備は上手いのが現実なんよ。しっかり練習してゴールデングラブ狙え。道具を大切にする素晴らしい選手。石川はここで終わるような選手じゃない。逆に意識が高すぎて繊細にならないか心配。お前は絶対に活躍すべき選手。野球に限らず、人生成功してる人って大体物を大切にしてるよね。マジで期待してる。お前には花がある?記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。